世界の多くの不思議の中でも注目に値するのが、切り立った硬い天然岩を切り進んだ目を見張る芸術的な造形や彫刻です。自然の形成上の人間の技能で最も感動的な例の一つが、マハラシュトラのエローラ洞穴寺院です。西デカンに点在する他の洞穴の仏教の聖地や修道院と並んで最も初期の洞穴寺院です。エローラはマハラシュトラのアウランガバドの都市から約 30km 離れた位置にあります。洞穴はチャラナンドリの丘の玄武岩の表面に掘られており、垂直に彫刻が施されています。32番目の洞穴の近くには火山の溶岩がかつて流れた溝をまだ見ることができます。これらの玄武岩はエローラが意味する建築や工芸にとって理想的な材料であり、職人は岩の上に彼らの洞察や芸術を永遠の記念として表現できます。この地域はその古代でも有名で、考古学者は2万年前の居住を示す証拠を見つけました。西暦の初期にはサータ・バーハナ朝が地域を支配していました。この時期にエローラは重要な中心地になりました。取引人や商人からの支持のほかに、エローラのような宗教的な中心地は王室の奨励も受けました。これを祝福する銘の大部分は時間とともに弱まりましたが、15番の洞穴の正面のマンダブの鉱壁上の銘は、西暦753年から757年に支配したラーシュトラクータ朝ダンティドゥルガの奨励をとどめています。また16番の洞穴には有名なカイラシュナ寺院を、ダンティドゥルガの叔父であり後継者であるクリシュナ一世のものと唱える銘があります。エローラは年代の分類を超越します。宗教に関して分類することもできます。アジャンタとは異なり、エローラは仏教洞穴だけに限定されません。同様にヒンズー教やジャイナ教の寺院もあります。仏教の洞穴や大多数のヒンズー教の洞穴はラーシュトラクータ朝の時代からあります。ジャイナ教徒の洞穴はより後年の西チャールキアやデーオギリのヤダバの時代にできました。このようにこれらの時代における異なる信仰の宗教的な寛容と団結を示す宗教の最も大きな合流点の一つを我々はここで見つけます。その存在を通して世界に開かれ、エローラ洞穴は巡礼者、外国の訪問客、旅行者や王室の人たちの規則的な来訪を引きつけています。これらの訪問について物語る数えきれない記録があります。エローラ洞穴は西暦6世紀のカリチャリ時代に最初に掘られ、29番洞穴のデュマー・ディーナ洞穴から始まりました。この後に10番洞穴またはビシュワカルマ洞穴やデュタルやティーンタル洞穴が続き、11番12番となりました。これらは7世紀から8世紀前半まで続いたチャールキア朝の時代に作られました。そして最後に15番洞穴または明国洞穴が8、9、10世紀と続いたラーシュトラクータ朝の時代に続きました。ヒンズー教またはブラミニカル寺院がエローラを支配します。各地にある12の仏教寺院と5つのジャイナ教の聖地の合計が17で、総計34の寺院があります。まずはじめに紀元5世紀のはじめに仏教寺院が作られ、ヒンズー教の寺院が続きました。ジリジャ川の近くでエローラはすぐにヒンズー教の巡礼の旅の中心となりました。その後4つのジャイナ教の聖堂が作られました。初期の仏教寺院と同様にエローラの洞穴も明らかに木工品の外観や食事上の効果を再現しようとした職人によって取り組まれています。エローラの絵が消えてゆき、後世には失われていきますが、その洞穴のおよそ5つはその壁画を育んでいます。芸術、宗教と商業の関係はエローラの洞穴で生き生きとしています。
ローマと東南アジアの間の海運業がピークに達し、素晴らしいアーチや柱として岩や寺院の精巧な正面に反映されました。仏教僧は寺院に仕事を委託した貿易会社の通商路に沿ってたびたび旅行しました。時が過ぎるにつれて、次第にこれらの洞穴の構造はより洗練されたものになりました。この洗練の極まりはエローラにあるカイラシュナーの一枚岩のヒンズー寺院に見ることができます。仏教洞穴、一番洞穴から始めましょう。これは四角い組み立てホールの周りに修道士が泊まるための4つの焼室を側壁に刻んだ仏教寺院または住居区域です。この洞穴には彫り物、柱、または彫像がありません。隣接して崇拝のホールであり、一続きの階段によってアクセスされる2番洞穴があります。外のベランダの隅には富の神であるパンチカと繁栄の女神であるハーディティの像があります。窓が側面に並んでいる入り口にはデュアラ・パラスまたは守りが立っています。ホールは12本の柱で支えられ、そのいくつかはポットや葉のモチーフで飾られています。両側にはギャラリーが駆け下ります。後ろの壁の中心には高さ3メートルの座っている仏像と2体の立像があります。側壁のおのおろに沿ってブッディ・サバスとアプサラス、天の妖精が付随する5体の仏像があります。3番洞穴も同様で、中央に四角い焼室があります。ブッダは遠い端の蓮に位置します。壁の周りには12の瞑想用の焼室があります。2階建ての4番洞穴は現在は実質的には廃墟となっています。聖堂には菩提樹の木の下に座っている仏像ともう1体があります。この2番目の仏像は未完成です。ポットと葉のモチーフがホールの列を飾っています。5番洞穴は異なっています。より高いレベルに掘られ、1階建ての洞穴では最も大きく、3本の通路に分かれる広々としたホールがあります。側壁の中央のポーチにはどちらの側にも焼室があります。円形の浮き彫りや他のモチーフで飾られた複雑な作りの葉で囲われた円柱、床からベンチが掘り出されています。おそらくこれは洞穴が大食堂として使われたことを意味するでしょう。中央聖堂への入り口は入り組んだ頭飾りと宝石のボディサバスの彫刻が施されています。座っている仏像がありますが、通常の床にあぐらをかいた姿ではなく、椅子またはスツールに座っています。6番洞穴には多くの精巧な彫刻があり、正面には蛇、剣、象、火や難波から救い出している女神タラの変わった場面があります。7番洞穴は4つの質素な肖像がある簡素なホールです。8番洞穴は聖女が後部の壁から離れていて、周囲に円形通路が走っているエローラで唯一の聖地として目立っています。この廊下にも焼室があります。9番洞穴にはバルコニーと聖堂があるオープンテラスがあります。10番洞穴はチャイトやまたは祈りのホールで、神の建設者であるビシュバカルマの名を取っています。この洞穴はインドのチャイトヤ建築の最高をマークすると言われています。祈りのホールは修道士の住居区域の下にあります。ホールには三方にポーチコがあり、動物が刻まれた地階に上がります。ここのストゥーパには大きな着席したブッダ像があり、飛べる付き添いやボディサバスが付随しています。ベランダからの一続きの階段は上のギャラリーに立っています。ここでは女性の付き添いを伴ったチャイトヤの窓のモチーフ、飛べる天使やボディサバスが見られます。この洞穴の装飾された正面は木工品の印象を与えるほど綺麗に仕上げられています。そして11番と12番の8世紀の洞穴です。前者は3階建てで地階を持っています。上の階には修道士のためのロッジや旅行者のための
ホステルがあります。ドゥルガーとガネーシャの彫像は後に洞穴がヒンズー教徒によって使われたことを示唆しています。12番洞穴は仏教洞穴の最後で、眠るための消失があります。しかしながら、ここの面白い特徴は、ブッダが地球上で5000年に一度生まれ変わり、すでに7回生まれ変わっているという信仰を示す7体の仏像のシリーズです。ヒンズー教の洞穴、13番から29番の洞穴はヒンズー教です。西暦600年から875年の間に作られ、神や女神、アプサラスや木の妖精、動物、植物や木のモチーフの彫像でいっぱいです。その技量は計画と実行に数世紀を必要としたに違いないと思われるほど精密で複雑です。しかし、ヒンズー寺院の最高点は疑う余地なく16番洞穴、カイラシュ寺院です。芝教に捧げられていますが、同様に他の神に対する敬意を払っています。世界で最大の一枚岩の建造です。単一の岩から掘り出されていながら、ギリシャのパルテノン神殿の倍の規模です。巨大な彫刻のある円柱を持つ3階建てのギャラリー、大きな彫刻のパネルやアルコープがあります。中庭には2つの大きな建造物が見られます。ナンディの肖像、芝の神聖な王子とそれに向かうメインの芝聖堂は、両方とも高さ約7メートルで2階をカバーします。岩の橋がナンディの足場と寺院のポーチをつなぎます。巨大な芝のリンガが中心にある聖堂自体には、柱、窓、内側と外側の部屋と改修ホールがあります。彫像には彫られた神やエロティックに結合したカップルが含まれます。これは芝の寺院ですが、同様にバイシュナ・バイテの神も含みます。この寺院の注目に値する特徴は、芝教の住居であるカイラ山を持ち上げようとしているラーバナの素晴らしい彫刻で、寺院にその名前をもたらします。カイラシュ寺院を作るために、20万トンの岩が外へ掘り出され、完成するまでに100年かかりました。他に目立つヒンズー洞穴としては、ビシヌの10回の生まれ変わりを掘った15番洞穴のダシュバタラ寺院、川の女神の勝率像を入り口に持つ21番洞穴のラメスバラ寺院、そしてムンバイの近くのエレファンテ洞穴とデザインが類似している29番洞穴のデュマーリーナ洞穴などです。ジャイナ教の洞穴、5つのジャイナ教の洞穴は西暦800年から1000年の間に作られました。それらは大きくて金星が取れており、エローラの活動の最後の段階を記しています。エローラの一連のジャイナ教の洞穴は、マハラシュトラのジャイナ教の記念碑でも最高のものです。これらの洞穴には、洞穴建築家の豊かさや技術を大いに物語る複雑に刻まれた装飾的な柱のモチーフがあります。9世紀の初期に遡る30番洞穴は小カイラシュと呼ばれました。カイラシュ寺院の小規模の複製を目指しましたが、決して完成されませんでした。円柱のある聖堂には22人のティールタンカラがいて、聖女にはマハビールがいます。同時期に建造された32番洞穴はインドラサバーとして知られていました。ここのジャイナ教の寺院でも最も素晴らしいと思われており、マハビールに捧げられています。単純な出入り口が開いた中庭につながります。中央には聖堂が立っています。象、ライオンやティールタンカラの彫像が壁を埋めています。下壁は未完成ですが、上の壁にはアンビカやマハビールの彫刻があり、ティールタンカラが側面に並んでいます。天井の中央には大きな蓮が豊かに彫刻され、雲の間を通る人物が描かれています。概して、これらの寺院はジャイナ教の哲学や教えを表し、その上信仰の厳しい禁欲生活を反映しています。他の洞穴ほど大きくはありませんが、ジャイナ教の洞穴は非常に精巧な芸術作品の宝庫です。その奥には
美しく描かれた天井と、まだ少し見える複雑に刻まれた柱があります。このように3つの偉大な宗教が接近する目印となる単一の場所である他に、エローラは何世紀も前に実現された衝撃的な創造日の記念でもあります。